皆さんこんにちは。伝説の格闘家テリオカボガドがストリートファイター6ゾロに参戦します。悪狼伝説の王からあの強烈なパワーゲイザーやバスターウルフンを引っ提げてストリートファイターのリングに立ちます。ストリートファイターのファイターたちはこのレジェンドに立ち向かう準備ができているでしょうか。クラシックな姿と圧倒的なパワーを真似備えたテリの登場を見通すな。ぜひチャンネル登録して最新情報をゲットしてください。ご視聴ありがとうございました。さあ試合開始、実況解説は R でお送りいたします。体力は減らず、まだまだ試合はこれからといったところか。さあここは飛び道具でプレッシャーをかけていく。プレイヤー1、相手を壁に押し付けろ。さあここでチャージを一つ。プレイヤー2、ここでドライブゲージがつきかけているが、今ストックが最大になっているこの状況、打力は出せる。おっ、前にとってここから、ドライブゲージがないと立ち回りがかなりきつくなるので、ここはなんとか回復したいところ。少ないドライブゲージを活用していきたいところ。危険な状況になっている。ミスはもう許されない。届いた、プレイヤー1、先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。ここはラージングタックル、よく見ている。前に出る。さあ逃げ場はなくなった。このシャフ、プレイヤー1、ここは我慢の時間帯になりそうだ。投げを使ってガードを崩す。バックステップ、付き合わないでゲージを使う判断。ドア、ボールをしっかり決めて KO まで。お見事、ストップしていきたい。注目のファーストラウンド、何が起きる。あっという間に画面端、どう切り抜けるんですか。プレイヤー1、画面端の揺さぶりで格を通し続ける。さあここでカウンターが決まって大きなダメージとなる。ここはうまくチャージした。投げ、さあここから、さあダウンから、大きな体力差になったがドライブゲージが希望 KO まで。プレイヤー1、貴重なラウンド選手、この好機を生かせるか。ラウンド2、ファイト。足元を狙っているか。一気にラインが上がって画面端、中足がヒット。どう崩していくか。地上の間合い線は技の距離とジャンプをジャストしている。ということは、さあここからパワーウェーブ、地面を這う衝撃、ここで押し込みに行く。うまく突っ込んでいく。パワーウェーブを打って足元を狙っているか。さあここからは差し合いの領域となる。投げが決まった。ダウンからプレイヤー2、潤沢なドライブゲージを使って体力差をひっくり返せるか。パワーメイクからプレイヤー1、こダメージ以上の価値のある後ろ投げ。ラインを上げていく。タイミングが合っている。チャンスになるぞ。足りるか、足りるか。いい感じじゃん。倒しきれない、まだフィニッシュ。さあ次でファイナルラウンド、両者勝ち筋は見えているか。ファイナルラウンド、ファイナル。さあ勝利を手にするのはどっちだ。ここは中足を一つ、時間はまだたっぷりある。プレイヤー1、 SA ゲージ有利。一瞬で危険な画面端がやった。うまく攻めを断ち切っていった。パワーウェーブから投げる。さあここからすかさず中足再発症、足を伸ばす。パワーウェーブを放っていく。前、この投げは警戒していた。プレイヤー1、
が勝負どころ。ここは最破勝負、飛び道具で飾りかける。大きく距離が生まれた。両者どうする。見えているか、この投げを。どうにでもなる体力差、逆転の青写真はどう描く。ここで投げれない。こんなすごい試合見せられたらどう実況したらいいか分